ペドロ・ラスクライン・パレーデスは、メキシコの政治家、第34代メキシコ大統領。ラスクラインは1880年に、法学院を授かり、その後メキシコシティの市長を務めた。また、メキシコシティで一番の法律学校である、エスクエラ・リブレでデ,デレーチーの校長を16年間、務めたほか、商法や民法に関する多数の著作を残している。 1912年4月10日にフランシスコ・マデロ政権の外務大臣に就任したが、翌年1913年2月18日にビクトリアーノ・ウェルタ将軍によるクーデターが発生。このクーデターでマデロ政権は倒され、ウェルタは対外的にクーデターを正当化するためにラスクラインを公認の大統領に就任させた上で自らは内務大臣に就任。そして速やかに、 大統領職を辞任させ、ウェルタが昇格し大統領となった。ラスクラインの大統領の任期は1時間にも満たなかったが、正確な時間については資料によって25から55分と、ばらつきがある。ウェルタは、ラスクラインに内閣でのポストを用意したが、ラスクラインはそれを断っている。そのまま正解を引退し、 1952年7月21日に96歳で死去。これはメキシコの大統領経験者の中では2番目に長命である。メキシコ大統領の寿命一覧を参照。なお、1922年1月17日生まれのルイス・エチャベリアが同じ96歳で存命であり、2018年4月2日に更新した。ありがとうございます。